攻めるんや。ドスティックの211系？そうなの？形式わからない。モハ211。まず。ちゃんとよー。ここが1でーす。来ればいいやんけ。どうぞ、いらしてくださいませ。そうね、山の方ね、あれ残ってる。そう、釜飯、もちろん食べますよ。でもね、ここではこの帯の屋のそばを食べようかと思っています。では ありがとう、おかげさまで新月末が135周年。うん、平田さん、スタップしてくればいいじゃん。平田さん、うん、忙しい。はい、これ荻の屋本店です。はい、向こうから来ました。あ、これやってますね。あの、あそこで帰り買ってかな。で、帰りの電車で旅を。あ、レンタカー、レンタカー、レンタカー、いや、知らん、ないと思うよ。よし、ここはお昼はそこでお蕎麦食べようかな。お蕎麦美味しかった。やってきました。今日鉄道文化村は22周年だけ、入園料が無料なんですよ。そのせいかな、お子様が多いですね。ニコニコレンタカー、レンタカー、うん、前なかったもんね、こんなとこにできたんだ。そう、これでね、軽井沢方面まで、ちょっと峠を攻めて軽井沢方面まで行けるやんね。いいですね。今日は晴れてますよ。昨日は雨でね、もうしょうがなかったんですけど、今日は良かったです。一応ここをね、取っときましょうか。新越本線、ここで行き止まりになってしまった。あ、いた、鉄道で越えた。そんな古い人、ケブカーさんってそんな古い人。はい、ここで止まってしまいました。新幹線ができたから、もうね、本線の方がよし。で、そっち、あ、まだ桜も咲いてますね。で、この鉄道文化村のね、SL ふとくんがね、なんか修理出さなきゃということで、クラウドファンディングにもね、参加したんで、もうアップとかは修理に出したみたいですけど、あ、結構止まってるね、車。やっぱ入園無料の、来るのかな、こじっ根性で。違うか。昨日は来たの遅かったからな。はい。さて、もう鬼滅のね、コラボの時とはだいぶあれだけど、あ、もう並んでる？もう開園してしばらく経ってるのに、まだ並んでる。あれは、あれじゃない？シェルパ君乗るやつじゃない？シェルパ君乗るので、今日は晴れてるんだけど風も強いんですよ。あ、JR バス来ましたね。軽井沢と結ぶ鉄道がもう結べてないので、バスで軽井沢横浜間を結んでおります。あ、だだだ、だだだだだ、
ありがとうございます。よいしょ、はい、シルパク、シルパクも乗ろうね今日ね。乗るんだ。昔はここで途中機関、機関車連結するんですよ。ここからカラオケ、ね、あ、そう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 、なんだっけ、 EF、 あそこに EF64 なんだっけ、これがシルパクの北海にあるんですよ。あの体験運転もね、なんかちょっと無理だから相変わらずボロボロ、ボロボロの、うん、なんかあのなんかなんだっけ、見つからない万年灯、あったよ一応意外と小さかったから分かんなかった。あった、うん、あったよ。あ、そう、前見つけたんだけど、うん、はい、これも、あ、鬼滅のコラボのあれが剥がされている。剥がされている。はい。私のツイッターのヘッダーはこれにしてやるんですね。はい。ではここで入ります。あ、本当だ。奥のね、展示のちょっと画像じゃ見えないかな。EF なんだろう、あれは。電気がついてます。シルパくん、シルパくんもう一回乗りたいね。はい、あ、お茶ありがとうございます。ではこれから入りますので、空で配信が終わりいたします。なんだっけ、あの山、すごいギザギザの山、すごく天気が良くて、でもあれ目は痒くないんですよ。花粉回らないのかな、それとも体質が変わったのかな。では、今日は入園無料だけど、トロッコ列車はかかるからね。500円、うん、はい、では、はい、ご視聴ありがとうございます。ではこちらで終わります。ありがとうございます。今日謎解きとかあるみたい。